こんにちは。ということで今日はゴールデンウィーク1日目で、とりあえず髪をね久しぶりにカットしてもらいました。可愛くない？めっちゃ。これこの間買ったドフで買ったメガネです。私ね初めてのボーナスが4月の末で、だから今日はちょっとねお買い物していこうかなと思って回していきます。あとね夜は友達とナイロンのねパーティーにちょっと行くので、その様子も撮っていきたいと思います。行っていきます。ただいま、帰ってきました。あの後いろいろねお買い物して、家族とねご飯行く約束していたからご飯行って帰ってきました。もうね7時になりそう。めっちゃ疲れた。髪の毛さ家帰って見てみたらさ、思ってたよりおんまゆデビューしてしまいました。で買ったものを紹介しますね。ディオールを買いました。ちょっと開けていきたいと思います。見てリボンついてる。こちら化粧水を買いました。デパコスの化粧水初めてでめっちゃ嬉しい。ちょっと開けてみるね。ちょっと今年はスキンケアもちょっと頑張ろうということで買いました。このねつぶつぶしてんのがビタミン E と C のカプセルが入ってるみたいで嬉しい。今日から使ってみたいと思います。もう一個これやばいと思って買いました。じゃん、セルボークです。あのアイブロウパウダーを買ったんだけど、私ね眉毛の濃さが難しくて、結構ねアイシャドウを頑張ってあの調合していつも使ってるんだけど、色味はねこんな感じです。今 iPhone で撮ってるからちょっと分かりづらいかも。これちょっとラメが入ってるのと、あとピンクオレンジっぽいのにそんなになんか色塗りましたよっていう感じが出ないのと、ブラウンっぽさもちゃんとあって、さすがセルボークだなって思いました。あとは今度ねあのプチプラ動画を撮ろうと思ってて、プチプラのメイク動画、それに使いたいアイテムをいっぱい買ってきました。これねウォンジョンヨの、ちょっと塗ってみるね。私は3番を買いました。こんな感じ。もうちょっとあの薄く塗るべきだったね、濃すぎた。バブみ深めのピンクだったので買いました。またコスメは動画でいろいろ紹介します。でこの後は今7時なんだけど、11時ぐらいに出てナイロンのパーティーに行くので、一回それまで寝てから行ってこようと思います。では明日も朝早いけど一旦バイバーイ。おはようございます。今日は6月のイベントに向けて古着のねセレクトを置きたいなと思って、古着がたくさん置かれてる倉庫に初めて行ってきます。そこで何かいいものがあったら買ってそれを置こうかなって。では行ってきます。古着屋さん終わってご飯食べに来ました。大好きなタイ料理、タイにたくさん
買いました。ドリンクも確かセットでつけるか。あ、そうなんだ。ランチタイム。そうそうそう。こんばんは。ということでゴールデンウィーク3日目仕事終わりに迎えに来てくれたのでドライブして、これからねタイ料理屋さんでサラダ2つ頼んで1個ずつ公園で食べて帰ろうかなって。行ってきます。じゃーん。ソムタムタイとこの後筋トレするからサラダチキン。からお家帰ってきてちょっとだけ筋トレしようかなと思います。なんかねそろそろダイエットを始めようかなって夏に向けて思ってんだけど、急に始めてもさ続かないから少しずつ筋トレやってます。で行こう。配信をしていきます。これポカリじゃなくてポカリ飲み終わったやつに水入れてる。月曜日はネットフリに鬼滅が入るから鬼滅見ながら配信よくしていこうかな。それではまた明日。バイバイ。新じゃがだ。韓国おでん。韓流ドラマ見てない。ああ、見たことある。おはようございます。昨日のお祭りでめっちゃ食ったから超顔がむくんでるけど、朝ね、ウォーキングをしてきました。暑い。なんかね、朝体重測って1キロ昨日より増えてたけど、鏡でチェックするようにしてて体を。そしたらさ、大して昨日と変わんなくて、ダイエットする子は体重計だけ乗るとさ、なんか1キロ増えた、やばいってなるけど、体のチェックも入れると、1キロ増えても、あ、水分だけなんだなって思えるから、おすすめです。ということで、もうちょっと筋トレとヨガやって、朝ごはんはちゃんとしっかり食べて、予定があるので行ってきます。朝ごはんはこれとこれとおやつ買いました。ということで愛知での3日間が終わってこれから東京に帰ります。昨日はいとこたちとバーベキューしていろいろね仕事の話とかしてお酒一緒に飲んだりしてバーベキューしました。めっちゃ楽しかった。で今日は
いつもね、愛知に来たら行ってる古着屋があって、そこでちょっとだけね、イベントのセレクトをしてきたので、めっちゃ可愛いの見つけて、また愛知だけの Vlog とか撮れたらなと思います。ということで、こんな締めになってしまいましたが、今回も動画見てくださりありがとうございました。最後すっぴんでごめんなさい。よかったら、高評価、チャンネル登録、インスタのフォローもぜひぜひお願いします。それでは、またねー。バイバーイ。